はい。はい、ということで、今回ですけども、ちょっと今、急いでるんですけど、急いでちょっと企画説明します。ということで、今回の企画、髪の毛めっちゃボサボサなやつが、宿毛矯正が来たらどんぐらい、ストレートになるのか。ということで、もう、ちょっとね、あまりもう時間ないんで、うん。企画は、はい、こんな感じです。でも、髪ボッサボサなんですよ。もう見たらわかると思うんですけど、髪ボッサボサ。ボサボサ、ボサボサ。俺、ボサボサの実食べてるんかみたいな。ワンピースやったらボサボサの実食べてるんかみたいな。ボサボサなんですけど、めっちゃ、今、疲れ。でも、ストレートパーマ。うん。ストレートパーマかけたら、もうどんぐらいもう綺麗になるのか、どんぐらい垢抜けるのか、このボッサボサからこの解消されるのか、ちょっとやっていこうと思います。ということで、ゴー。はい、ってことでね、ちょっとね、少々縦画面、ちょっとだけ縦画面なんですけど、ちょっとお許しくださいってことで、解説私、ケルビン、うん、ケルビンがお送りしていこうと思いますってことで、これ横画面にしたんですけど、これ今ちょっとかけてもらってる最中ですね、これ。これストレートパーマかけてもらってる最中です。こうやってね、なんか、サランラップで、このサランラップだよ、サランラップだよ、サランラップだよ、ピポッパーでうまくいく、サランラップだよ、うんうん、みたいな感じで、サランラップで保温じゃないです。すいません。サランラップで、この染み当たらせて、このクリームみたいな、液を染み渡らせてストレートにしていくという感じです。ここまで見て、これ髪型分かった人いるかな、これ何にしようとしようか分かった人いるかな。まあ、ヒントを挙げるとしたら、結構重大なヒントかもしれんな、これ。重大なヒントを挙げるとしたら、坊主ではないです。うん。はい、ってことで。はい、ってことで。切り終わりました。いやー、今のいい着地でしたね。この着地についてこれ、内村光平さんこれどう思います？これ。いやー、これ今のはまあ全然未熟のクソですね。うん、まあ、なるほど。まあいい意見ですね。うん。ってことで、切り終わりましたってことで。まだ、皆さん、お気づきかもしれないんですけど、皆さん、お気づきかもしれないんですけど、この画面に髪の毛が映ってません。仕上がりは、俺は全然、仕上がりは良かったです、めっちゃ。うん、もう満足。満足ですね、多分。うん、他の人は何て言うか分からないんですけど、まあ、自分的にまあ良かったかな。自分的に全然良かったと思います。うん、本当に、美容師の人には感謝しかないです。うん、切ってもらった方には感謝しかないです。うん、コンセプト誰かな、俺。井出らっきょさんとか。うん、井出らっきょさんとか、誰かなと。あと、ナダルとか、そっちの系統に近い、うん、髪型になってます。うん。ってことで、いきますか。3、2、1。安心してください。うん。僕はタラちゃんじゃないです。うん。うん、タラちゃんじゃないです。その特徴はタラちゃんやないか。うん。ん？ん？何がタラちゃんじゃボケ。何がタラちゃんじゃボケ。っていう意見も、まああると思います。うん。いろいろあると思います。うん。何でもいいです、もう。で、髪短いんがめっちゃいい。前とかもうなんか、ここら辺まであったから、もう髪短いんがほんとめっちゃいい。ほんとはもう坊主したかったんやけどな。うん。ほんとは坊主したかったんやけどな。うん。ほんと坊主したかったんやけどな。うん。坊主したかったんやな。うん。インテリになれる、俺。うん。犯人はいとこの妹です。うん、君です。君、犯人は君。こっちの方がめっちゃ光。光あれ行け、闇を滑走路にして。ブンツ、ブンツ、ブンツ、ブンツ。トゥン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 、トゥン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 。ってことで、まあ一回。一回家戻るか。家戻りまーす。ということで、ちょ、ジャンプして戻ろうかな。いくよ。せーの。
戻りました。はい、ということで、家帰ってきました。家帰ってきました。まあまあまあ。多分写真の画像ここ貼ってあると思うんですけど、もう全然だってさ、やばいやろ。ボッサボサやろ、ガチで。ガチ、このボッサボサから、こうなっとるからね。この、ここから、こうなっとるから。うん。ビフォーアフターで載せといてほしいけど、載せてほしいって俺編集者俺しかおらんから、一人ね、俺しかできんがやけど、もう、ビフォーアフターすごくない？これ。すごくない？これ、ビフォーアフター。ここまで、髪の毛ってやっぱ、大事っすね。髪の毛で、印象、全然与える印象が違う。うん、この、髭も剃ったら、もっといいかもしれないんですけど、もう髪の毛で印象が全く変わる。うん。髪の毛とか眉毛とかで、全く違う印象を与えるようになってる。改めて再認識。うん。再認識できました。まあ本当は坊主が良かったんやけどな。うん。本当は坊主したかったんやけどな。うん。ああ、坊主したかったな。坊主したかったなっていう思いもあるんですけど。まあまあまあ。まあまあ、次回お楽しみってことで。うん。次回ね。うん。行く年来る年。うん。まあまあまあ。坊主はお預けってことで。回すかって。こんな感じ。あ！こんな感じ？うん。なんていうの、ま、なんか、まあ、どんな感じかな、これ。うん、マッシュみたいな、うん、マッシュみたいな感じですね、これ。うん、あ、自分はなんかね、写真見せて、こんな感じしてください、みたいな。して、まあ、やりましたね、これは。うん。まあ、画像これも貼っとこうかな。なんかこんな感じの写真で、こんな感じしてください、みたいな。うん。で、したら、こんな感じになりましたね。うん。まあ、ってことで、仕上がりこんな感じになりました。うん。まあ、よかったんじゃない？うん。よかった、うん。よかったです。ってことで、チャンネル登録、高評価ぜひ、お願いします。ってことで、ご視聴ありがとうございました。なんということでしょう。切る前は、もじゃもじゃで、植木鉢みたいな髪の毛が、こんなにスッキリしたでありませんか。しかも、横は、3ミリのバリカンを入れて、清潔感と、通気性を良くしたでありませんか。これにより、シャンプーはめちゃくちゃしやすいし、ドライヤーも乾しやすいと、一石二鳥三鳥ぐらいの良さが出ましたね。しかも、髪の毛が短いことによって、清潔感が保たれます。